書館図読み語りデラックスよ。はい、竹正吾ホラー文庫をお買い上げの皆さんありがとうございます。この動画はですね、文庫の特典動画になりまして、怪談図書館図読み語りデラックスという動画であります。これが第3弾目、デラックス3となっております。他にもですね、2と1と別の動画がありますので、もしよろしかったら他の動画も、他のそれぞれの、ね、文庫本に QR コードがついています。そこからダウンロードしてご視聴ください。はい、はい、それでは、メンバー紹介に行きたいと思います、はい、まずはゲストの住倉浩さん、よろしくお願いします。そして私たちは怪談図書館メンバーの関谷萌子です。星野由紀です。そして桜井館長です。はい、よろしくお願いいたします。さあ今回はですね、どんなお話をということなんですが、はい、ではまず住倉さんから、はい、お願いしたいです。はい、ちょっとね、僕喋りではないので、たどたどしいんですけど、すごいね、最近すごい面白い話を聞いて、で僕がね、整骨に今通ってるんですよ、はい、ちょっと首痛んで、でそこの先生っていうのが、もうね、おじいさんの代から3代やってる整骨の先生で、若いんですけど、すごい上手で、でももう3代やってるんで、なんていうんですかね、整骨って人の体を触る人ってなんかいろんな話を持ってるんですよね。なんかほら、美容師さんがいっぱい階段持ってたりとかする時あるじゃないですか、髪の毛触ってね、でその先生もいろいろやってくれるたびに一つずつ話をしてくれるんですよ。こうね、ぎゅうぎゅう肩を見ながら。で、面白いんですけど、その先生というのはプロサーファーなんですよ、元。で、すごい、本当に海の男で、で、インドネシアでね、サーファーの大会があったんですって、バリ島かな、バリ島であって、それでまあちょっとその若い頃、だいぶ前、17年前だと思うんですけど。遠征に行って、そしたらなんかそこにこういろいろ2人ずつ1部屋でホテルに泊まるんですね、そしたらそこリゾートのホテルなんですけど、高級なとこじゃなくてなんかコテージみたいな、なんかこうちょっとヤシの実が、ヤシの木が生えてたり、こう なんていうんですか、こうそういうヤシの葉っぱ風なコテージみたいな、なんかそういう森の中の、そういうところに泊まってたらしいんですけど、なんかね、ベッドがこう2つ、その部屋ってベッドが2つあって、で窓際の方に寝てたらしいんですよ、その先生が、そしたらね、夜ね、こうやって寝てたからね、パッと目が覚めたんですね。で、今思うとその夢か起きてるのかちょっと分かんないような状態だったとは言ってたんですけど、金縛りにあった、生まれて初めて金縛りにあった、そしたらね、そこのこうちょっと高いところに窓がある、あるんですけど、そこの窓の外をね、黒い影がこうやって壁伝いに登ってくるのが分かったんですって。で実際見えてたわけではないんだけど、だからその窓から外が見えるわけないから、やっぱり夢だったのかもしれないなっていう言うんですけど、こうやって登ってきて、窓からこうやって見てるんですって、で自分のことを殺しに来たってすごい思って、でそしたらなんかすごい唸ってたらしくて、隣の人が「お前どうしたんだよ」みたいなことを起こしてくれたんですって、そしたら「わあ」って言って「いやもうちょっとね、もう高校のベッド気持ち悪いよ」みたいなこと言ったら、翌日ね、なんか変わってやるよみたいなこと変わってくれたんですって、あ違うわ黙ってたんだって、黙ってそっちの方がいいって言って変わってもらったんだって勝手に、ひどっひどっ、最低です。そう、それでね、変わったが翌日ね、その隣だった男の人がやっぱりね、同じように夢を見たんですって。でなんかね、その先生がね、見てたらね、なんか誰かと戦ってるんですって、こうやって戦ってる、寝ぼけてるかなんかで、って言って、で、おわ、やっぱ見てんのかなと思って、で、起こしたら、その男が窓から降りてきてね、で、今つかみ合いをしてたんだって言って、で、へーって思って、夢の話でね、で夢かもしれないんだけど、同じものを見たっていうのがすごい面白いなって思ったんですけど、もう一つね、その先生におじさんがいるんですよ。で、おじさんっていうのは実は映画俳優で、昔のね、飢餓海峡とか出てるんですね、三國連太郎さんの、ね、とかね、出てる、なんかその映画っていうのは60年代の映画だから古い映画なんですけど、すごいミステリーの対策で、北海道で殺人を犯した人が、まあちょっとそのいろいろあって、娼婦とかと出会って、
まあ、なんですか、東京の方で大物になっていくんだけど、自分の過去を消すためにみたいな、なんかすごい対策なんだよ、で、そこに出てて、やっぱね、青森とか北海道が舞台なんで、ね、その辺でね、ロケをしてたんですって、でも日本海、日本海っていうか、海沿い の, 断崖絶壁みたいなところに宿があって、でそこが宿舎になってて、そこから近辺のね、ちょっと荒々しい波とかそういうところのロケに何日間で泊まってたんですって。で、古い旅館だったんだけど、そのおじさんがやっぱり寝てた夜ね、本当にやっぱり悲しみにあって、で夢かどうか分かんないんだけど、天井からね、自分に向かってこうやって女が降りてくる。それがね、ひげを生やしてる女なんですよ。すごいひげ生やしてて、なんか自分の首をこうやって締めてくるんだって。で、それが一晩目、二晩目ってどんどん、力が入ってきて、で毎日見るんだけど、その夢をどんどん力が入ってきて、ね、で本当怖くなって、でそこに一緒にいた役者さんに、その役者さんはね、メインの役者さんなんで結構名の通った人らしいんだけど、その人にね、もう毎晩すごいあそこの布団で怖い夢見るんですよって言ったら、じゃあ変わってあげるよって言って、その人が変わってくれたんですって。その人はね、そしたらその役者さんもね、やっぱ似たような体験をして、だから翌日言うんですって、ひげの生えた女じゃなくて鼻血出した女なんだよって。鼻血出してもう耳とか鼻から全部血出してるんだが苦しい、っていう話を聞いて、で、おいっ子とおじさんが似たようなすごい体験をしてるから面白いなと思ってね、そういうのね、ちょっと世代を聞かせてもらってるんですけどね、休まないよね、いや、リラックスできない、強い感覚みたいなのが血でつながってるのかもしれない。あ、確かに。だからおじいさんの代からね、やっぱ強いです。すごい強いみたいな。それやっぱり裏付けが取れてますかね。他の人が何も言わずにその布団に寝て同じようなね、しちゃってるんであれば、ね、ディティールは話してないらしいんですよね。あ、ざっくり。そう。で、その先生、インドネシアの話は、先生は黙ってたらしいからね。理由なく誰かに寝るとこ変わってって言われたら火をつけなきゃいけないってことですね。怪しいもん、絶対怪しいもん。なるほどね。それはでもちょっと一回お会いしてみたいくらいですね。ありますよ、あるんですよ。聞きたい。僕が話すとちょっと下手なんであれですけど、すごい、すごい面白いんですよ、めっちゃありますよ、まだまだ。わあ、ぜひぜひ、いつかね、機会があれば呼びましょう。夕方でなくてね、語っていただけると嬉しい。出たがりかもしれない。出たがり。ちょっと交渉してみたいと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。それでですね、まあ今までのワンツーですと、この後まゆこちゃんにお話聞いたりね、ゆみねさんにお話聞いたりっていう話をしてるんですけど、ちょっとスリーはですね、イレギュラーでお話をされてみまして、実はここにいる4人はですね、この間熱海にですね、怪談動画の収録で、行ったメンバーなんです、私がちょっと企画している企画も、怪談図書館という、はい、とんでもありませんでした、ね、ありがとうございました。で、その時にね、コテージを借りまして、ロッジを借りまして、みんなそこで怪談会というのを取らせていただいたんですが、現地にある心霊スポットに行きましょうということで、現地にある赤い塚と呼ばれるですね、トンネルの上に、あるお墓にみんなで心霊スポットの探検に行ったわけですね。で、住倉さんチームは住倉さんとゆきさんがいて、私チームは私と、まゆこちゃんがいたと、で住倉さんチームはそのハイトンネルの方に行って、で、その赤い塚と呼ばれるお墓自体に行ってくれたんですけれども、我々のチームはそのお墓のさらに奥にある本堂の近くにあるお墓とかもちょっとお墓メインで買い物とか行かなかったんですけど、そのお墓のところでちょっといろいろあってですね、実は僕が眼帯してるのもそれなんですけど、そのお話をちょっとさせてもらっていいですか。まず僕らのチームが行った時は、吉本の芸人の亜美さんという方が一緒に僕らのチームにいまして、彼は非常にその霊感というか感が強い方なんですよ。
で普段はすごく明るい方なんで全然そういう雰囲気しないんですけど、心霊スポットとか行くとまず彼が一番にここが怖いとかこっち行きたくないとかってレーダー的にこう反応する方なんで、それが大体その見える方とかなんか強いという方に聞くと大体合ってるんで、まあ彼のレーダーって結構鋭いんだなって僕は思ってる方なんですけど、彼がそのここ入るとおかしな感じがしますよって言ったお墓があって、そこのお墓の入り口のところがとにかくなんかビリ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 電気が流れてるみたいだっていうんで、僕もちょっとこう普通にカメラ抱えたまま手を出してみたんですよ。だから本当に手がパンってこうやって弾かれて、あ本当だここなんか電気があるみたいだ、不思議だ不思議だって僕最初喜んでたんです、はい、と本当に怪奇現象に遭遇したと思って、はい、何回も手出してパンってなるんで自分でそれをカメラに収めたりとかしてるんですよ、はい、でそのうちに亜美さんが最初はここ不思議だなパワーがあるなっていう表現をしてたのが、だんだんとその奥のお墓に行ってこっちのお墓はちょっと怖いねって俺も亜美さんも2人で同時に言って戻ってきた以降は、うん、入り口の方にあるお墓もパワーがあるんじゃなくて怖くなってきちゃったんですよ。歩き回ってる歩き回ってるって俺と亜美さん2人で意見が一致して、でその彼が最終的にはその帰ろう、まあ亜美さんもう戻りましょうって何回言っても彼がその立ってはいるんですけど歩き出さないんですね、うん、お墓から離れようとしないので、どうしたのって言ったらその右腕をこのお墓の敷地内に入れたまま止まってるんですよ、うん、で掴まれてますと、手をこういうふうにで動けないんです、しびれてって言われたんです。でもその大丈夫ですかってもう一回座ってもらったりとか、うん、もう一回そのみんなで明かりつけて背中さすってみたりとかしてるうちに、うん、大丈夫かなってこう離れてこう道の方に出てきてこう墓場から離れたんですけど、それと同時に亜美さんがうわって言ったのは、うん、そのさっきまで僕と2人は墓の中を歩き回ってるって言ってたのが、うん、僕らがいるその墓の入り口のすぐですね向かって左側にあった墓石というか普通の家のお墓がある家のお墓があるんですけど、うん、その墓石の後ろにその黒い男みたいな影がふわってこう出たり入ったりしてるのを彼が見て、今その墓の石の後ろに人が入りましたって言ったんですよ。で僕はそれを見てないし感じられないから、え本当ですかってカメラを向けてこう撮ってるけど別に何もない、当然音もしないし部屋もしないと、そしたら今度舞子ちゃんが、うん、はっって言うんで何って聞いたら、やっぱりその亜美さんと同じ墓石の後ろになんかこう人がこう動いたような感じがしたって言ったんですよ。で2人が言うんだから間違いないと、で俺もう一回最後に全員が道にこうお墓から敷地から出て待ってると一人だけカメラ持って一番奥の通路までその行ってみたんですよ、うん、で戻ってくる時にそのみんなが隠れてたよ隠れてたよっていうお墓のところをこうやってビデオで回してるんですよカメラの動画。そしたらその一見ちゃんと整えられてるみたいに見えるんですけど、一つだけ折れてる外側みたいなその墓石の下のところにこうやってまとめて置いてあって、これかなって思って、その日は、まあ、宿に戻ってきました、まあ、でみんなの報告を聞いたりして怖かったやって、今変な写真が撮れたりもしたので、ね、結果はいっぱいありました。赤い塚っていうところにその、まあ、まあちなんでじゃないんですけど、うん、まあ、みんなの撮った写真にね赤い光みたいなのが入ったりして、うん、まあ、名前の通りのスポットじゃんなんて盛り上がってたんです。これは動画でも、うん、ちょっと入り口に入っちゃう。
ってみんなこう、みんなこう、破壊の的な力があるのかなって言ってたんで、こっちから分からずに、ここは一応道なんで、その、実はこの、今僕らが見てるこのお寺の上に登った坂にもう一つお寺、あ、お墓があって、こっちは見た瞬間、僕もあんたの、わって感じだったんですけど、ここはなんか、あっち、エネルギーの確かな感じで、多分あの赤い塚って言われてるのはさっきの上の2個目の塔、影が動くんで、この地蔵の前に立って、で、たたずんで、はい。はい。はい。その僕は実はその次の日明けてロケが明けて皆さんを それぞれあのお送りしてからですね、実はこの怪談図書館のメンバーはそのお土産を買って読者に、まあ、視聴者にプレゼントしようということで別行動でうちの会社の車で帰ろうと思ってたんですよ。ところが僕その宿にもちょっといわれのある宿を取ってまして、その借りたロッジというのが、はいはい、でそこでもやっぱり怖い部屋が一つ、お風呂の部屋がありまして、そこに僕は寝たんですね、はい、定点カメラで朝起きてみて2時間半ぐらい定点カメラかけておいたのを会計したら、もうボタンを僕が録画押してこう顔が映ってる横でこっからもうおっみたいなベア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 と飛んでる。それはもうスミクラさんにも当日ね朝確認していただいて、まあオーブってお化けとは僕も思ってないんですけど、こんだけなんか飛んでるってことは埃だったり虫だったら見えてないとおかしいわけと、こんだけ大量にいてこれぐらい映ってるとまた写真と違いますからね。違いますね、動画ですからね、動画と写真の違いがあるんで、うん、それで僕その後に皆さんを順次その駅にうちの会社の人間が車で送ってたんで、僕ら一番最後だから一回もその今で僕はちょっと休んでたんですけど、もうその動画見て前の日その心霊スポットの墓場の その外側見てから気持ち悪くてしょうがなかったですよ。
で最初風邪かなと思ったんですよ。無理してたんでちょっと体調が悪いのが事実だったんで風邪なのかなと思ったんですけど、もうね、あの左手が勝手に動くんですよ。こうやって指がこうやって、で左目がこうビク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 って痙攣し始めて、ギューッとこう見開いちゃったりギューッと閉じたり勝手にするんですよ。それで僕ずっとその帰り、あのずっとそのみんながお土産買ってる時もずっとマフラー巻いて、まあ、こう帽子深くかぶってずっとこうやって車で待ってたんですけど、風だと具合悪そうだった。我慢できなくて、その途中で僕みんながお土産、道の駅でお土産買ってる時にタクシーを先に帰っちゃったんですよ。そう、桜井さん一人でいなくなっちゃって、あれ？もうね、あのそうそう、ごめんなさいね、古いあの方だったら後ろの百太郎を思い出していただけるとあれなんですけど、そのこう手が勝手にこう文字を書いちゃうんですよ。今これだいぶ収まったんですよ。でも今日ね、多分どっかで、あの舞子ちゃんの口脇刺してますよ、どっかで。多分ね、その墓石の後ろに入っていくのを、まあ、僕その帰ってきてからその状況が続いたん で次の日別 あのお客さんがあって会社で打ち合わせをしてたんですけど、お客さんの前で目がバチ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 したり、こう、こう、メモをこう書いてる、こっちの左手がこうやって動いちゃったりするんですよ。お客さんが、坂井さんどうされたんですかって心配されちゃって、これはもうわかんなと思って、ちょっと知り合いのお寺に行ったんですよ。病院じゃねえの、うん、お寺なんですね。お寺行ってみたんですよ。多分これってだから、風邪とか何か病気的な、ウイルス的な病気であれば、なんか自分で原因がつかめてるはずなんですよ。傷口に何か入ったとかね。そういうの全くないんですよ。風邪薬も飲んで。風邪自体の症状は収まってる。にもかかわらず目の痙攣が止まらないとか指だけ変に動くっていうのはおかしいなと思って、その知り合いのお寺に行ったんです。そしたらもう行った瞬間にその、まあ、住職さんが、お前どこ行ってきたのって言って、熱海でこうでこうでって言ったら、その黒い人入ってる。でその黒い人っていうのはその墓石に隠れた人で、その外おばの関係はその住職さん俺はわからないけど、とにかくお前に今入っているのは黒い人で、その場に他に何人かいたろうって、でそのうちの誰かに入ろうかなとかって選んでたの。なんだけど、その亜美さんと麻衣子ちゃんに入っちゃ困ると思ったから、俺二人をまず外から墓の外に帰りましょうって出して、最後に自分だけその行って戻っていって一周取ったんですよ。そこでプイッと入ったらしいんです。それで何か言いたいらしいんですよ、ずっとこうやって。でどうもその元々その左目に何か障害じゃないけどある人らしいんですよ。でその自分の意思と関係なくこうやって常に動いてるからめっちゃ疲れるんですよ。もう肩も凝っちゃうし、目も痛いし、頭も痛いし、頭痛するし。で医者に行っても、行ったんですよ医者も、でも風邪でもなければ、その神経的な何かでもないかよくわかんない、何かやったって聞かれちゃうんですよ。でロケしかしてません。お祓いみたいな質問あった。でお祓いだから、その住職も言われたのが、その関わりがわかんないから払うったって何を払うかわかんないと、ただこいつについてでも無駄だよってのは言ってみるから、しばらく泊まりもねって言われて、でロケ帰ってきて、次よく朝その次の日から夜から寺泊まって元家族だけ持ってって最低限の仕事だけしてずっといたんですよ。今でもまだ今日あのこの収録寺から来てるんですけどね、僕ね。お寺に泊まり込んでるってツイートしてました。地元のお寺なんですけど、親とかも知ってる人です。でどうもその亜美さんか龍也さんか麻衣子ちゃんに入ろうとしてます。見えた人。でどうも女の子側を狙ってたっぽいんですよ。入りやすいから。亜美さんはやっぱりほら気張ってるじゃないですか、やばいってこう分かる人だから、こう後ろ取りづらいじゃないですか、下手なこと言えば。で僕もいまいち信じられなかったんですけど、動くのは事実なんですよ。黒い人を産むのはよく分かんないけど、指がこうやって変に動いたり目がバチバチバチってなるのは事実で、収まってきたんですけど、それでもまだやっぱり左目、今でもやっぱり時々ビク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 ってなっちゃう。ちょっと苦しいので、ね、お団体をさせていただいてるんですけど。それさ、なんか、はい、自動書記とかさ、ポクリさんとかやったら、
そう、なんか出るのかですね。百太郎の漫画でもあったのは、その女の子が手が勝手に動くと、鉛筆持たせるとよくわからない文がいっぱい書くと、で読める字もあれば読めない字もあって、それがどこの言語だかもわからない文字もあれば日本語もあるみたいなのを書いちゃう、自動書みたいになっちゃうと、最後はその誰も解決できずにその子は帰っていくんですよ、病院に閉じ込められてさ、エンディングはそのお話で、俺それなのかなと思ってちょっと怖くて、まあ、未だにまだちょっとね、あの線香をあげて、読経をあげてもらって、この子に操いでるの無駄だからねっていうのは言って聞かせてもらってるんですけど、死んじゃうじゃないの、ね、という、本当皆さん長い間ご愛顧ありがとう、呼び語りの今回の最終回、長くないですし、打ち切り、それ現在進行形じゃん、だってそうですね、本当ですよね、そうですね、だから自分でもやっぱ辛いので行かなければよかった、まあまあそれは仕事のためでもあったんですけども、ね、やってみたりしました。あのね、指をね、文字を書きたいんじゃないんですよ、今日ね、来てからね、何回も今の子ちゃんのことをこうやって刺してるんですよ、めっちゃ怖い、あの時いたやつだなっていうのが分かってるんだと思うんですよ。ああ、そういうことなんだ。それが嫌だから俺ずっとこうやって今日膝にぐーっと押し付けて指動かないようにしてるんですけど、腕っていうか指が動くんですよ、怖い、そこは違うから、一人でいた時はこうやって探してる感じですか、じーっと寺とかで動かしてると、で住職さん見て、ああまだ動いてるなって言って、でもう4日目ぐらいなりますけど、だよね、だいぶ収まってきましたけど、まだ抜けてはないらしいですね、確かにそのメンバーだと一番わからないのって私です、まあ龍河ちゃんはね、ある程度その感じる子なので、うん、入り口で腰が痛くなっちゃってな、ちょっと強いですねって言ってたから分かって、で亜美さんもやっぱ強かったんで、どっちかって言ったらその本人の中で理由でつけたら俺か舞子ちゃんの方が入りやすい、主婦さんも見える、主婦さんは墓に入れなかったね、怖いから、そうなんだ、敷地にずっと道路で墓の手前の道路から追加したり取ったりしたけど、墓にはほぼ入ってこなかった、通過するときだけ、亜美さんとか僕らだけが墓の中でワイワイやってたんで、そうだったんですね、っていうことですね、のことがあって、まあね、読み語りはだからそういう階段もあれば心霊スポット、今のような心霊スポット取材の話もしますし、今後はもしかしたら鈴鹿さん見せていただいたように写真を使うっていう感じですけどね、いろいろ出てくると思いますんで、続きをね楽しみにしていただければ、次また1月の下旬に発売されます、文庫3冊にそれぞれね3つの動画がつきますんで、はい、その時にはねまた新たなお話を披露させていただければと思うんですけど、鈴鹿さんもまたぜひゲストでお越しいただいて、ちょっと機械的なお話とかね、お伺いして面白いな、いや、あれ仕事してる場合じゃないじゃん、頑張ります好きなので、ということでね、はい、読み語りデラックス3でございました、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。